じゃあ皆さんこんにちは。こんばんは。今日は、ありがとうございます、ご視聴。リットルミュージック高田ボイトレボン祭り第2弾、イエーイ。今日はですね、7時から篠田元和さん、長野雄介さんをお迎えして行うんですけども、その前に澤田千佳子さんのプロのボイトレを第2回公開、イエーイ。この間大好評でですね、10分ぐらいの千佳ちゃんとのボイトレセッションだったんですけど、それを見てプロの、ね、有名なアーティストの、ね、レッスン受けたいって来てくれたりですね、大好評でした。イエーイ、ひかちゃんありがとう。じゃあ、今日はね、これで時間をたっぷりとったので、ちかちゃんで最初一言ね、はい、お願いします。サブちゃんのボイストレーニングを受けてから歌い方がすごい変わったんですね。でまずすごい自分が一番嬉しかったのは、なんだろう、こう声が疲れなくなった、うん、すごい大きいことですよね。素晴らしい。ピッチコントロールが少しやばくなってきてたんですけど、うんうんうん、そこもなんかやっぱりサブちゃんのトレーニングを受けたことで、なんかその自分の練習方法が分かって、今本当にそういった意味では少しずつ改善されていて、いやー嬉しい。すごいやっぱりその歌もトレーニング大事なんだなってすごく思ったんですね、うんうん。なので今日もアフタヌーンパラダイス水曜日が終わって、サブちゃんのところにこう私も受けたかったので、あ、嬉しい、今日は嬉しいです。 ありがとうございます、ね、パラダイスで5時間話しまくった後に来てくれてありがとうございます。もうすごい、もうよろしくお願いします、まあ、よろしくお願いします。素晴らしい。そうですね、はい、この間やりました、ヒヒヒヒヒヒでね、そう、ファルセットとチェストをつなげる練習をして、まずファルセットやりましたよね、はい、それの解説をちょっともう一回ね、歌う前にやってみますと、画面共有で、いやすごいね、やっぱりこう説明がね、サブちゃん先生は素晴らしい。闇雲に声出すんじゃなくて、やっぱりちゃんと理論的なことをね理解した方が全然早いですよね、はいはい、皆さんこれ見えてますでしょうか、ね、この真ん中に、ピロピロ動いてるのが声帯です、うん、はい、こっちの上もそう声帯なんですけれども、こっちの声帯が動いてるのはこの筋肉、靭帯、粘膜全部がねこう一緒に動いてる、うん、そうするとあー、いわゆるチェストボイスというのが出るって話しましたね、はい、だね、はい、そしてこっちはその筋肉の層、靭帯の層はあんまり動いてなく、ほとんど動いてません、うん、でこの粘膜のところがピリピリピリって動いてると、うん、これがファルセットボイスっていう声帯の動きになっています、はい、そしてこのチェストボイスかファルセットボイスかの二者択一じゃなくて、はい、その間にいくつものこうシームレスな状態に変化があるんですね、はい、チェストから上まできれいにつないで途中に声がひっくり返ったりしなくなるんですね、はい、でそのためにこのまずはファルセットの粘膜だけを動かす練習をして、で声帯引っ張る筋肉を活性化させるってところ、この間ねちょっとやりました、はいはい、では画面共有戻りましょう、皆さん見えてますでしょうか。あ、チャットとかね、どんどんね書いていただいて、そこわかんないとかね、質問とかしていただいたら、あとでございますのでね、ぜひよろしくお願いします。じゃあその今の声帯引っ張るために筋肉を使う練習をねしましょう。ではじゃあ今日はリップロールでね、はい、やってみましょう。で、そう、唇をね、やってます。はい。やりながら声を出します。そして。